伊豆箱根鉄道 ED31 系、西武31系電気機関車は、西武鉄道が1948年に導入した、突型の直流用電気機関車である。現在は、伊豆箱根鉄道の ED31 系電気、機関車として2両が在籍している。1948年に、東京芝浦電機で31系31の33の3両が製造された。 第二次世界大戦中から戦後にかけて同社が多く、製造した、戦時標準設計型の40トン急突型機関車の、一つで、同景機に、東武鉄道 ED4010 系、ED4020 型や富山地方鉄道でき14730系、名古屋鉄道でき600系、南海鉄道 ED1150 系、ED5151 系、 日本国有鉄道 ED37 型などが存在する。西武鉄道は第二次世界大戦後、非電化の川越線の電化と、これによる貨物輸送力の増強を計画したが、この際、1947年2月1日付で、同線用電気機関車として45トン級電気、機関車4両の設計認可申請を行った。その後、 様々な事情から計画が変更され、最終的に40トン給電機機関車3両の設計認可が得られたのは、川越線の電化完成が間近に迫った1948年7月23日であった。このため、3両が竣工したのは電化完成約1ヶ月前の同年10月11日となっており、後術のメーカーとの訴訟問題も含め、際どいタイミングで、 初期の目的を果たしたことになる。東芝によるこのクラスの突型電気機関車は、もともと日本の多くの私鉄で採用されていた地方鉄道建設規定準拠の車両限界に制約されない植民地、占領地向けとして設計されたものであった。そのため、最大幅が2 8 0 0ト、mm、ルを超過するワイドボディとなっており、当時の日本の私鉄での運用に適さないものであった。 しかし、戦時中の過酷な物資不足にもかかわらず、増大し続けていた貨物需要は、日本窒素肥料が、海南島の鉱山鉄道用として8両を発注したものの帝国海軍の正海権喪失で、構想できなくなった、このタイプの40トン給電機機関車を遊ばせておく、ことを許さない状況にあった。このため、これら8両は先に挙げた、南海鉄道、東武鉄道、 奥多摩電気鉄道、名古屋鉄道の各社へ若干の手直しによる最大幅の縮小とそれでもはみ出る車体幅での運転を認める特別設計許可込みで振り向けられた。東芝製のこのタイプの機関車はその後も同社が運輸通信省より電気機関車一括生産工場の指定を受け、また別途新設計の機関車を製作するような時間も余裕もなかったことから、 車体幅の問題があることを承知でほぼそのまま大量生産が開始された。だが、それらは結局戦争に間に合わず、戦後はキャンセルされたため、規格外の車体幅を備えた、このタイプの機関車の仕掛け品が東芝車内に多数在庫する状況となった。西部農業鉄道を名乗っていた、当時の西部が東芝車内でダブついていた、このタイプの機関車の購入に踏み切れたのは、 戦災国電の払い下げなどを受けることを前提として、車両限界を国鉄並みに拡大していたためであった。だが、いざ導入はしてみたものの、戦後のインフレから支払い価格をめぐって、折り合いがつかず、ついには契約不履行をめぐって裁判に発展。結局当初の契約価格で入手している。その後1955年に自社所沢車両工場で一両を、 模倣製造した。オリジナルの東芝製車両との違いは、扉が側面向かって右側に取り付けられた点や、台車は TR14 が使用されていた点などである。主電動機を国鉄電車で正式の MT15 とし、波数比も電車並みの2.74としていた。結果、本形式は牽引力が低く定格速度が時速 34.8km と、 この種の機関車にしては極端に高いという得意な走行性能であった。そのため、電気機関車としては扱いづらく、製造からの経年が浅かったにもかかわらず、もてあまし気味となり、1949年に32が、高圧改造工事などを実施の上で、スン鉄道へ貸し出しとなり、さらに百五十二年に十三、翌百五十三年に十二が、 寸ン鉄道に正式に譲渡された。これら2両は、同社寸ン線の ED31 型として、同一番号のまま運用されている。前述の通り1955年に、所沢工場製造で32として1両のデッドコピー機が製造されたが、1956年に既存の31と番号を交換し、31となっている。その後、 32は1957年4月に、遠州鉄道2乗とされ、同社 ED21 系、ED212 に、自社製造の31は1961年12月に、E31 系、E31 と改称、改版された後、1963年7月に、越後交通2乗とされ、同社長岡線の ED310 系、ED311 となった。これにより、 本形式は西部で形式消滅となった。伊豆箱根鉄道寸ンズ線の前身寸ンズ鉄道は1949年11月に、それまで所有していた ED4012、ED4013 を学南鉄道に譲とし、その代替機として、前述の通り西部から32.33を借り入れ、1952年3月に33を、 翌1953年7月232を正式に譲り受けし、1957年にそれぞれ ED32ED33 に改版した。当時のスンズ鉄道は直流6 0 0ト電化だったため、入線時に高圧改造が施されたが、1959年8月に1 5 0 0ト昇圧に備え再改造が実施された。 ED32 は1972年11月に ATS を1978年11月には列車無線が装備され、また1983年には日本国有鉄道のサロンエクスプレス東京乗り入れに備え ED32ED33 揃って10連総活制御装置が装備された。また本来の設計だと台車はいただいになるものが なぜか TR22 を履いて登場している。主電動機もかつては MT15 を使用していたが、現在では MT30 に交換され、この他歯車比も西部時代は21、68だったが、上渡後に24、65に、そして現在は23、66に変更されている。常述の通り、かつては ATS 車上司が設置されていなかった。 ED33 は、車上市を有する ED32 と共に使用しないと、本線を走行できず、大場工場構内の入れ替えに限定して使用されて、いたが、現在は、ED33 にも ATS が設置され、ED32 と同じように本線での輸送を行っている。1963年に、所沢工場製の E31 が譲渡されて、ED311 となり、 長岡線が廃線になる1995年まで使用された。同線廃線後は、新潟県長岡市にある長岡技術科学大学校内に、わら3路1 0にモーターカー1両と共に保存されて、いたが2003年7月にその場で解体された。伊豆箱根鉄道 ED31 系電気機関車に、関するカテゴリー、越後交通 ED310 系電気機関車に、 関するカテゴリー、ありがとうございます。